町内らしい山形らしいハリ子を目指すハリコマ屋がお送りするハリコマラジオ。どうも、ハリコマ屋ひろゆきでございます。10月になりました。山形では9月に入ると芋煮シーズンという雰囲気になり、スーパーには無料貸し出し用の鍋や芋煮セットの予約のチラシが店内に貼り出されたりします。小学校では親子芋2回。 中学校や高校では芋煮会を学年行事やクラス行事として河原や野外炊飯場で行ったりします雰囲気的には秋田の鍋っ子遠足に近い感じでしょうかで県民賞で話題にも上がりますが山形の芋煮には味で分けると大きく2種類に分かれます内陸地方の牛肉醤油味と庄内地方の 豚肉味噌味に分かれるんです私の住んでいる酒田市は省内なので豚肉味噌味エリアになります大勢でいくつも鍋を準備する時なんかには一つ内陸風の牛肉醤油味を準備したりすることもありますねで、どっちが美味しいか論争があるんですが結論どっちも美味しいですただ 庄内風豚肉味噌芋煮のことをですね、そんなの豚汁でしょうと揶揄されることがあるので、私の持論を展開します。まず、豚肉。芋煮会は自宅で食べたり、えー、野外で食べたりしますが、庶民の味ということで、お肉たっぷりの方がいいですよね。 そうなると高級な牛肉よりも地元の豚肉の方が寝頃でいっぱい入れられますよねそして鍋には里芋も入ってるっていうのでこれもう芋に2杯食べたらお腹いっぱいですよ新米のおにぎりにも合うし栗ご飯きのこご飯にも何にでも庄内風芋には合うんです ズバリ言えば牛丼にも合いますだって牛丼屋さんで豚汁は出しても牛汁なんて聞いたことねえぜの豚汁豚肉味噌味芋には結構侮れないんですよで味付けは庄内風内陸風ありますがもっと種類があるのが里芋の種類です 一般的な里芋の他に、親芋も食べられる随機芋、八つ頭とも言いますかね。というタイプは、大きくてホクホク、そしてクリーミーなお芋。そして、マムロ川の伝統野菜、ジンゴエモン芋っていうのがありまして、見た目は普通の里芋なんですが、粘りが強くてですね、お餅みたいな不思議食感、大人気なんですね。 芋煮はさっきも言いましたが家庭で食べることもありますし食材も全国で手に入りますそして普通の台所で作れるのでお客様今夜は芋煮で決まりですね以上張りこまやひろゆきでした